コンラート・エルンスト・エドワルト・ヘンラインだった、ライヒエンブルクのマペルスドルフの出身。母には、チェコ人の地も流れていた。ヤブロネツなどにそうの商業学校で学ぶ。第一次世界大戦では、オーストリア・ハンガリー帝国軍に従軍したが、イタリア軍の捕虜となった。オーストリアの敗戦後、故郷は、チェコスロバキアとして、オーストリアから独立した。 チェコスロバキアへ帰国して銀行で事務員として働いた。ズレーテンドイツ人による政治活動に参加するようになる。1933年にはズレーテンドイツ共同戦線を立ち上げた。同組織は1935年にズレーテンドイツ人党となった。当初ヘンラインはチェコスロバキア残留派でアドルフ・ヒトラーやドイツを支持してはおらず批判もしていた。 しかし、党首代理であるカール・ヘルマン・フランクにより、修正を求められ、1937年頃には、ドイツとの統一論者となり、党の意見も、ドイツとの統一とした。党は、一つの民族、一つの国家、一つの指導者をスローガンとするようになった。1938年9月のミュンヘン会談を受けて、ズデー・テンラントはドイツに編入されることが決まり、 1938年11月5日には、ヘンラインたちのズデーテンドイツ人党もナチス党に吸収された。ヘンラインには、新英体中上くらいと国会議員の職が与えられた。1939年に、チェコの残りの部分もドイツの米面命令保護料と化し、1939年3月から4月にかけてその民政長官に任じられた。しかし、 同地の権力は、親衛隊及び、警察高級指導者に任じられた、カール・ヘルマン・フランクが握るところが大きかった。さらに1939年5月には、ナチ党のズレー・テンラント大関区指導者となる。一行、第二次世界大戦でのドイツの敗戦までこの地位を保持した。1945年5月に、 アメリカ軍に逮捕された。抗勤先のピルゼンで、メガネの破片で常味悪を切って自殺した。ピルゼン中央墓地の無名墓地に葬られた。国家保安本部長官であるラインハルト・ハイドリヒとは、しばしば対立しており、ハイドリヒからは暗殺対象として睨まれていた。しかし、ヘンラインとヒトラーとの良好な関係のため、計画は失敗した。後に、 英軍のエンスラポイド作戦によるハイドリヒ暗殺の知らせが伝わると、ヘンラインは地元のビアホールに向かい、酔いつぶれながら、公然とこれを祝ったという。また、第二次世界大戦中ヘンラインは、アップベアのビルヘルムカナリスを通じて、英国と交渉を行っていたと言われる。アン、NBN、で、BVB、十二 b s b 零零零九二八九六から、五二 ありがとうございます。